戸籍や住民票やマイナンバーに今まで振り仮名が振ってなかったんで、それをつけるためっていうシステム回収7747万円と、これ全国でやったらね、その100倍ぐらいですか、80億近くかかっちゃうんですね。しかもこれ全国民にこの振り仮名でいいですかって確認の書き出すって言うんですね。その費用はこれ入ってないわけですよって言うと、一体いくらかかるんだね。え、ほんとね、まあ、金融機関なんかもね、これまでは、金融機関のはカタカナなんですよね。皆さん口座振り込むときカタカナじゃないですか。だからマイナンバーカードでね、金融機関の照合できるかできなかったんですね。マイナンバーはね、漢字だけで振り仮名なくて、金融機関はカタカナだ。ほんと間抜けですね。マイナンバーあれだけ金使ってやったとき、最初からちゃんと振り仮名つけるってやりゃいいじゃないですか。私、香港のね、永住権持って、香港のマイナンバー持ってますけど、ちゃんとルビー振ってありますよ。中国語と英語でね。そういうのをね、今頃になってね、こうやって まあ、すごい莫大な金かけてやる振り仮名つける。本当おかしいと思います。そもそもですね、私たち、まあ、子供生まれた時は出生届出す、出生届出すわけですね。それちゃんと振り仮名振って出すわけですよ。うちの娘だってね、民よっつってね、民主主義の民に代表の代で、民よって読まれちゃ困っちゃうから、民よって振り仮名振って出すわけですよ。これは皆さんそうでしょう、子供はね。で、そっちはシステムが別だから、そっちは使いません。なんだそれって感じですよね。そもそも、ま、使えばいいじゃないですか。出生届で出した時のね。あと、外国人の振り仮名に関しては、どうするのか、国から通知が来てないので不明ですなんて、前、なんか、そんなこと言ってましたけど、ほんとね、議員生活17年、こんな情けない補正予算見たことないとね、もう投げちゃきなくなりますよ、ほんとにね。政府が推進しているマイナンバーカードに振り仮名がついていないため、金融機関との連携が取れないという問題が、発覚した。振り仮名を追加するための補正予算がさいたま市だけで7747万円必要であり、全国でいくらの補正予算が必要になるか不明である。その他補正予算についてさいたま市議会議員の吉田一郎議員が言及する。どうも、オンセクトラジカルの吉田一郎です。まずですね、補正予算なんですけど、これ、戸籍や住民票やマイナンバーに今まで振り仮名が振ってなかったんで、それをつけるためっていうシステム回収、7747万円と。これ全国でやったらね、その100倍ぐらいですか、80億近くかかっちゃうんですね。しかもこれ全国民に、この振り仮名でいいですかって確認の書き出すって言うんですね。その費用はこれ入ってないわけですよ。って言うと、一体いくらかかるんだ。ねえ、ほんとね、まあ、金融機関なんかもね、これまでは、金融機関のはカタカナなんですよね。皆さん口座振り込むときカタカナじゃないですか。だからマイナンバーカードでね、金融機関の照合できるかできなかったんですね。マイナンバーはね、漢字だけで振り仮名なくて、金融機関はカタカナだ。ほんと間抜けですね。マイナンバーあれだけ金使ってやったとき、最初からちゃんと振り仮名つけるってやりゃいいじゃないですか。私、香港のね、永住権持って、香港のマイナンバー持ってますけど、ちゃんとルビー振ってありますよ。中国語と英語でね。そういうのをね、今頃になってね、こうやってまあ、すごい莫大な金かけてやる振り仮名つける。ほんとおかしいと思います。そもそもですね、私たち、まあ、子供生まれた時は出生届出すわけですね。それちゃんと振り仮名振って出すわけですよ。うちの娘だってね、民よっつってね、民主主義の民に代表の代で、民よって読まれちゃ困っちゃうから、民よって振り仮名振って出すわけですよ。これは皆さんそうでしょう、子供はね。で、そっちはシステムが別だから、そっちは使いません。なんだそれって感じですよね。そもそも、ま、使えばいいじゃないですか。出生届で出した時のね。あと、外国人の振り仮名に関しては、どうするのか、国から通知が来てないので不明ですなんて、前、なんか、そんなこと言ってましたけど、ほんとね、議員生活17年、こんな情けない補正予算見たことないとね、もう投げちゃきなくなりますよ、本当にね。それからですね、35号のね、会計年度任用職員ですけども、これボーナスね、期末手当に加えて勤勉手当も出すと。ただ、出すのは6ヶ月以上働いて、で、週15時間30分以上勤務した人だけって言うんですね。4508人、いるね、会計年度任用職員のうち2606人だけが対象って言うんですね。で、これね、このボーナスもらえない人は、時給換算平均1274円なんですよ。で、期末手当に勤勉手当も加わっちゃうと、時給換算で1751円になっちゃうんですね。4割ぐらい格差が開いちゃうんですよ。同じ仕事しても、6ヶ月働いたか5ヶ月半か。ちょっとね、これ極端じゃないですか。ね、同一賃金、同一労働、同一賃金なんて言ってましたら、みんなこれ反対すべきですよ。だったら全員のね、会計年度任用職員全員50円か100円ずつ上げた方がいいんじゃないですか。やはりね、こういった極端な格差、これは本当私はおかしいと思います。それからですね、高3までの医療費無料化48号ですけども、これね、まあ、今から2009年からでしたっけ？中3までの入院ね、
通院医療費無料化ってやりました。その時ね、これまで、それまでは小学校4年までの入院だったんですけども、それに比べて、大体16億ぐらいね、財政負担増えるでしょうなんて師匠は言ってたのに、実際どんどんみんな乱用しちゃって、44億増えちゃってるんですよ。想定のね、3倍近く。だ今回もね、高3までの医療費無料化すると、まあ11億ぐらい増えるでしょうって言ったって、ね、それでは私は収まらないと思いますよ。大体高3までのね、医療費無償化してるのは全国で名古屋だけです。やはりね、500円ぐらいはせめて自己負担取るべきですよ。ワンコインね。医者行って。丸っきりタダにしてしまうというのは本当ね、私今はね、指切って絆創膏してますけど、この絆創膏ね、薬局で買って600円ぐらいかかりましたよ。薬局で絆創膏買うとお金かかっちゃって、病院行ったらタダです。みんな病院行っちゃってタダにしちゃいますよ。本当ね、こういうのは私おかしいと。まあ、ワンコインのせめて自己負担を取るべきだと思います。それからですね、49号国交税値上げ。埼玉市は、県内で現在6番目に国交税高いわけですね。年間所得200万円。親一人、子一人の場合ね。年間所得が200万円で26万3300円も取られちゃうわけですよ、国交税に。これね、小鹿野町は16万7400円。その 1.5 の倍も取ってるわけですよ、同じ埼玉県内でね。で、所得300万の人は38万1800円ですね。ほんとね、1割以上、取られちゃう。これおかしいと思います。やはりですね、合併前の与野市は所得割、均等割の他に資産割ってやってたんですよ。ただこれはね、要するに資産をいっぱい持ってる人からも負担してもらおうとやってたんですけども、これ、不動産が対象だったんですね。だけど、やはりね、マイナンバーとかね、これ国民全員にね、任意じゃなくて強制して、金融資産、株とか貯金、どれだけ持ってるかによって、たくさん持ってる人は負担してもらう。そういうのをやるべきじゃないかと私提案したんですけども、さっき言ったように、何、金融機関はカタカナで、マイナンバーは漢字だけだから、照合できない。ほんと間抜けですね、ほんとね、我が国は。っていうんで、これも反対です。あとね、介護保険、何でしたっけ、50号の介護保険もね、値上げ反対。あとですね、64号大宮区役所の解体ですけども、これ、いつでしたっけ、前ね、そもそも最初、業者が解体しますって落札した時は12億円だったんですよ。それがね、なんか地中からコンクリートが出てきたとかね、3階からアスベストが見つかったって14億円に増えて。で、今回ね、歩道が陥没しちゃったって16億円。そんなの最初にきちんとボーリングやって調査すればいいわけですよ。だってあれはね、大宮市役所があったやつで建てた時の書類とか残ってるわけですから、図面とかね。だからほんとね、最初、入札の時に、いや、うちは安くやりますよ、14億円でやりますよって安いね、見積もりで出したとこが取っちゃって、で、結局ね、正直ね、いや、これはちょっといろいろかかりそうだな、13億かなとか言ってとか起こっちゃった。一番安いとこが取って、で、どんどん後からね、14億だ、16億追加する。これね、入札の公平性もね、こんなのが曲がり通ったらね、損なわれてしまうと私は思います。あと71号、首都高のですね、2074年の3月まで有料にする、10年間だっけな、延長するとかって言うんですけども、永久に有料でいいじゃないですか。だってね、建設費だけじゃなくて維持費もかかるんですよ。それからね、高速道路を無料にしちゃったらみんな高速道路の入っちゃいますよ。高速道路じゃなくなっちゃいますよ、首都高なんか特にね。あれはお金を払うけども、その代わりビュッと行きたいって人は首都高とかね、乗るわけでしょう。ね、で、一般道の場合は混んでたら脇道に行ってできるけど、首都高って脇道行けないですからね、入っちゃったらもう出れないわけですからね、降りない限りね。な、ほんとね、私は永久に有料化すべきだと思います。それからね、いつかなんか高速道路無料って政権取った政党の人たちがいましたね。その人たちは当然反対するんでしょうね。74年まで有料って言うんですよ。なんかさっき賛成討論したと、まあ新人だからまあいいとしても前から、そのね、高速道路無料つって駅前でね、チラシ巻いてた時代からね、民主党の時代からやってる立憲の人は当然反対しなきゃ有権者を騙したことになると思いますよ。それからね、私ね、この議案で一つ思ったのが、令和56年3月までって書いたんですよ。令和56年って存在しますか？天皇陛下今おいくつでしたっけ？まあ、絶対ないってことはありえないですけども、ちょっと現実味に欠けますよね。これね、かつて和光市議会でね、こういったね、地方自治体の公文書、西暦にしたらいいだ。または西暦平均にしたらいいじゃないかってね、素晴らしい質問をね、されてた方がいらっしゃいますけども、私もね、やはりね、こういった地方自治会の公文書も西暦併用すべきだと思います。それから指導の廃止ですね、73号。家が建っちゃってるところ今から廃止っておかしいですよ。順序逆。廃止してから家建てるべき。それからね、西岸の方ももう時間がないけど言いますけども。あのですね、世の中央公園、これはもともとだって公園するのを急にね、埼玉市になってから次世代スポーツアリーナだとか言ってんだから、これはちゃんと説明するのは当たり前。あとね、2号、手数料って形でね、何でもごまかしちゃって、3つもね、1社しか取らない。これはね、ほんとおかしい。きちんと複数取るように、まあ、
財政局の方からね、この請願が元になって通知を出した。これは請願のおかげだと思います。そしてね、武蔵浦和の義務教育学校。これね、ほんとね、市の資料を見てもね、メリットだっつって、大学の図書館がなんかの写真載っけちゃって、こんな素晴らしい図書館。で、実際はそんなの立てたわけですからね。吉田議員に申し上げます。住民を騙すようなやり方。発言は簡潔にお願いします。まあ、終わります。騙すようなやり方、おかしい。ちゃんとメリットを説明すべきだと思います。以上です。